またお兄さん出てきて、もうセミファイナル何が文句があるというんですか。これはいよいよ凱旋工業ですね。あ、そうです、はい、はい、というわけで尾崎真由美選手の地元凱旋30周年記念試合でございます。いかがでしょう、アジャス選手。でも地元凱旋の割にね、あんまり知り合いとか来てなかったらしいね。でもちょうどこの、あ、でもちょうど左側のブロックは、そう、画面向かって左側に中学校の、サチナ、川口サチナミ中学校の場なんですけど、はい、そこの OB の皆様、中学校にポスターが貼ってもらって、中学校で、この学校から出ましたトップレスラーですって書いてあったんで、あれを本当に見に来た人が小さいでしょうね。そうですね、そう、あの、そう、なんかね、先生とか来てたらしいけど、先生は多分思ったんでしょうね、私の育て方が間違いましたって。絶対に先生が反省してると思いますけど。そうそう、あの、中学校ポスター貼ったら中学校の先生の方が年下ですからね。ああ、そうでしょう、ね、今はね、もうね。あの、皆さん、今日、あの、ニコプロの皆さんはポリスさん大好きなんで、今日ご期待くださいね。ひどいですから、今日。そうなの、このポリス、いいですね、この名前が、はい、またこの凱旋試合の相手が木月さんっていうのも意外でしたよね、多分ね、まあ自分の思う存分できる相手っていうので多分ね選んだんです、あの人。なるほど、あの、地元に故郷に錦を飾りたいから木月さんだったっていう、まあ、錦を飾るっていうか故郷に泥を塗りに帰ったんだと思うんですけど。より一層ひどいことできるとか思ってるんでしょうね。そうですね。で、まあ、案の定ひどいことをしまくってましたからね、僕は。あ、そう。はい。いや、ひどかったです。また、あの、レフリーがまた悪い方の、あ、はい、方なんですけど、悪い方の方もまあ、うん、いつもに増して、いつもより悪くなっておりますっていう感じで、だいぶ、はい、勢いづいてらっしゃいました。あら、まあ、はい。まあ、大岡さんがね、この日、アメリカ、そうなんですか、ね、そうそうそう、まあ、ミッキーさんもお芝居で、なんかこれに正規軍さんって皆さん、いなかったのか、うん、まあだから、うん、尾崎に仲間はいないってことですよ。簡単に言うとそうですね。そうですよ、一人ぼっちだったんですよ。どっかの誰か、ね、誰か組んでくれる人探そうと思ったらしいけど、誰も組んでくれなかったんだって。それは残念。匿名が知りたい。オザキズミーティングっていうタイトルなんですけど、これはオリジナル曲なので言ってないんですよね。言ってないんですよ。聞かれるようになって。それもそれとこれ。でも尾崎さんはこの曲が好きじゃないってよく言われてます。そうだった。またこのニコプロさんが、ポリスさん、バスやね。ポリスさん、ポリスマスや、ポリスマス。本日のセミファイナル、尾崎真由美30周年、なんだ、落ち着きがないな、こいつは本当に。よくいるね、動物園行くと、こういうのね。柵のところに、ね、柵のずーっと動物園で、ずーっと。すごいね、これ。これ進化してるんでしょ、結構。あ、そうなんですか、ね、そうなの、うん、綺麗なようだな。ああ、というところでもういきなりの、いきなり5分前からの奇襲で始まりました。あの、普通、あらららららら、ひどいね。あの、こっちのグループの人たち、ああ、そうですね。中学校、同じ中学校の、ね、多分ね、みんなね、見に来たことを後悔してると思いますよ。ここなんだとは思わなかったですよね。そう。迷惑だ。このさ、どけっていう時に、どききれないところが、この皆さんですよね。うん、まだ、見慣れてないから。慣れてないって。そうね。うん、もう、どうしていいのか、ね、今頃、ポリスってなんだ、そうね、みんなね、どうしていいのかがわからない。逃げ惑う子羊に私がいるたび、いらっしゃった。あらららららら、尾崎は何を、あいつずっともリングの上で待ってるだけだからな、うん、あ、でもこの川口大会を中継してることで5人は増えてますよ、会員が。会場で言われましたか、今日の中継どうやって見るんですか。あ、そうなんですか、ね、あら、なんでポリスがアップになったりするんですか。なんだろうな。試合は戻ってまいりましたが、ね、でも鈴木さん分が悪いですね、今これ3対1ですもんね。まあね、
なぜレフリーが、レフリーが拍手しちゃってますからね、拍手をしてるレフリーっておかしい、あのちょうど今伊藤さんから怒られてましたね、そう怒った方がいいですよ、そりゃそうですね、もうそんなに気にもならないんで、米山をずっと気にするそんなに気に、お前ならねえだろ、何もしてないの本当にあー、気づけば首輪が、そうそうそう、いやあれ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 浮いちゃってますもんね、これ、反則取るとかないの全くね、あの一応便宜上なんか言ってますけどね、一応ねやめなさいみたいなこと言ってはいる、言ってはいる、30年ぶりに会うお友達もいたらしいですよ、いやびっくりしたからね、そうね、30年ぶりに会ったらこれってね、でも現在進行形でこうやって凱旋興行に堂々と出るっていうスタイルが嫌いじゃないし、ああ、そうです、まあね、まあでも、うん、そこなんですよ、これが尾崎なんだもん、おいおい、何レフリーが、レフリーが加わって何してんの、結構背高いですね、おいレフリー、ああああああ、そう足を、あの野郎あ初めて見た人はこの試合をルールをどういう風に理解するんでしょうね、ねえ、でもポリスでまずびっくりして、レフリーでびっくりして、女子プロレスを見に来たはずなのに、ステップのガンでびっくりしてるこういう後でパンフレットが売れるんですよ、ポリスって誰だろう、あーなるほどねあらら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 、でも、でもパンフレットを買ってもポリスさんが誰かって分かったので分かんないですよ、尾崎前にマネージャーしか書いてない、うん、ですね、まあね、この日はオーカーとユキみたいなもんでね、ポリスがいつもより多めに頑張っております、たまに頑張ってますね、うん、おお、すごいね、うん、あら、おお、ここはうまいですね、さらにミオさんも抑えたところで、ただこのね、ミオのレフリー、何をする、何がしたいの、何がしたい、あの何がしたい、試合中にガウンをつけるという何をしたかったらしいんですけど、ちょっとガウンがダメですね、ダメだったんで、ガウンが切れないですね、もう諦めてください、そこは諦めましょう、頑張れ頑張れ、無理です、あー、アキラさん、任せすぎる、でも僕あのこのハンディキャップ状態の中でこれをやりきる響さんは立派だと思います、立派だね偉いよこれ、完遂しましたからね、ガウンが絡もうとアキラさんもナイスアシストでしたけど、ねえ、アキラさんのそういうとこすごい素晴らしい、でもね、アキラさんそこじゃないとこで助けたけど、そうね、もっとやられるときにもっとやられるときに助けに行ってあげてそう、狂気を使ったからカウントを取らない、アキラさんが入ってきたからカウントを取らないという、はい、ここだけフェアに、なるほどね、もう次もこんなレスラーなんだってくらいなんか頑張ってますんだよね、うん、そう、この環境下においてでもこれだけのまだ動きが、ね、はい、衰えないのはすごいですよ、まあ当然そうなりますね、はい、ああ分が悪いですよね、
まあそうなりますわな。ポリスの使命感に今日したってすごくいい仕事ですね。まあそうですね。大川さん、木崎さんいない上に凱旋試合、うんね、俺が頑張んなきゃって ね、 ね、うん、いらん正義感を出しますそれいらないねおお2回よ、ああ頑張って逃げ出す、ね、すごく地味な攻撃やな地味に痛いわね、こすってるわけです尾崎さんだいぶ楽してますよね、うんまあいつもですけどね。うん。うん。うん。志田が卑怯だとしたら、お前のさっきの指南見たらな。おー、でもあんないじゃん。見るに見かねたんでしょうね、もうね。あー、遅い。遅い。そりゃ怒りますよね。怒、うん、じゃない。早い早い。早い危なくカウント2ですね。安倍氏も本人的には遅いと言われたから早くしたんだよっていうふうにこの時言うんですよ。うん、お、丸めてでも返しますねここは。お。ちょっと攻め込みますね、でもね。うろてに登るぞ。なになに、なに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 、コーナー、コーナーは反則だと。ダメよって。コーナーは反則だと。まあ、やりたい放題ですね。正義軍ね。いやー、登ったのは木崎さんなのに。あー、おー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 、早い、いいところだ、危ない。刺さった今ちょっと、菅さんだ。見た、うん、そう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 愛情がないです、うん、そうそうそう、普通はね、自然がオズですね、うんうん、あ、すごいですね、レフリーもグッチョフですね巨軍隊これ、うん、おお、なんか危ない、大丈夫大丈夫か、多分方向性がちょっと逆なんじゃねえか逆側から飛べばよかったんじゃないかね荒れ模様の中10分経過でレフリーは立てないと、伊藤さんに押さえつけられてたから立てないという、うん、すごい、うん、スタミナありますね、この選手、旋回式のボディープレス、はい、カウントがワン、ツー、微妙に遅いまあ、でも返しますね、まあ、それ、うん、お母さんも まだもう一余裕ありますからね、まだね、ここで入れたのが来た、いつの間に、いつの間 に、 いつの間に、あ、ここは返します、さすが地元ですね、うわー、素晴らしい、痛い痛い、志田が余計なことをした、あー、5バックからの大崎くはカウント1、2、3、ここは返せないだわわわわわわわ、これね、尾崎っ子の前のあの市内が助けに行ったのがね、より一層のダメージになる、そう、入ってました、
志田さんへの我慢が収まらないのがポリスだ。ポリスさんですね。やっぱり志田が一番悪い。11秒尾崎からの片指固めというのは公式記録なんですけど、毒入りからの竹刀からの尾崎からのというそうですね。これ故郷の錦ですね。そうですね。ありとあらゆる悪いことを素晴らしいね。はい、こういうまあでも30年間これをやってきたわけですからね。そうですね。これが尾崎真由美なわけですから。いいです。マコお兄さんです。マイクをよこせと。あんだけ悪いことをしてこれだけこう勝ちましたって言えるのが誰が投げた加藤さんが投げたんだよね。恩師が見てる前でですね。いやまた近いうち川口来るからチケットだけでは投げてそのまんまですか。先生後悔してるね。まあでしょうね。先生はね今頃ね。先生方間違えちゃったんですかね。でもね先生は思ってますよ。先生だって言わないでくださいって。これは記念工場ですねこれは。なんでしょうね。